妖怪ウォッチバスターズ赤猫団白犬隊やっていきましょう。今回からビッグボス3体ね、過去のビッグボス、しかもなんか無限地獄に関係するビッグボスということで、まあ多分ないと思うけど、ドンドロかそれあたりのね妖怪が来るんじゃないかなと思うんですけど、やっていきましょうか。司令室、あ、間違えた、屋上だ。なんだろうな、無限地獄に関係する妖怪。まあ、地獄三将号とかいたけどさ、ああそういうことか。あ、もうこれもうこれもう分かっちゃった。これがおのぼりクロトン。あ、書いてあんじゃん普通に。第八サンズマル、地獄王三将号。なるほど。どれが一番いいのかな。うん、まあおすすめレベルはみんな変わんないからこれからいこうか。おのぼりクロトン。おのぼり、おのぼり来た。なんかあんま強そうじゃないんだけどね。お、ミッションスタート。お、いきなりボス出てるよ。にゃ、出たにゃんね。ちょっとアイテム取って。おのぼり、風呂に入る前に一汗かくとするか。暴れる気だ、やつを止めろ。ん、じゃあ行こう。この身代わり人形ってね結構使えるんだよね。うん、死ななくなる、え、死なな、死なな、な、死なな、な、死ななくなる。うん、うん、ヒットポイントがゼロになっても死なないで身代わりになってくれるんだよね、あの人形が。おし、じゃあ早速たた、おお、このこいつ結構硬いな。最高。うん、お、すげえいい感じ。いいな、タンク入れたのやっぱ正解だわ。すげえなんか攻撃受けてくれる、攻撃しやすい。なんかおにぎりが出てきたぞ。でもちょっとおにぎり今いらないな。欲を言うんだったらもっとランクが高いタンクの妖怪が欲しいんだけど、今ね俺タンクの妖怪2体しかいないんだよね。あいつと無理無理、え、無理壁か。あ、避ける。結構いい感じだぞ。大体無限地獄のボスっていつもめっちゃ強いんだけど、あー、ちょっとかわす。あ、止まった。 OK、 完璧、入った、綺麗に決まった。邪魔するなって。 OK、 効いてるぞ。その調子でガンガンいけ。んー、あぶね、あ、食らった。いい、避ける。危ない。ちょっと多少は上手くなってきたのかな。いや、そんなことはね、あのタンクの妖怪入れたからね、かなり戦いやすくなってるだけなんだけど、なんかね俺だけか分かんないんだけど、アタッカーの妖怪ばっかりに集まってくんだよな。よし、あともう少しだぞ。んーって避ける。おーっと、これきついな、避けられない、さっきから全然避けられない。よっしゃ、あともう少しでたまる、たまった。よし、これもまたきれいにたま、きれいに決まったな。よっしゃー、まだか。よし、入った。オッケー。なんかでっかいのを落としていった、鬼玉。さあ追跡しよう。あ、すげえ疲れてる。じゃあ鬼玉落とせよ。あれ、全然鬼玉落としてくれないよこの人。落としてくれた。よしよしよし、バテてるバテてる。あ、ひひ、うん、よし。足遅い、足遅いな。
レッドジェイと戦った時あいつはめっちゃ足速かったんだけど、こいつ足遅え。待って待って、お、またでかいのが出てきた。鬼玉、あ、そうだったんだ、鬼玉あんなでかいのまた出るんだ。あ、すげえな、結構鬼玉落としてくれる、嬉しい嬉しい。よし、ちょっと拾って、急げ急げ、こっちだ、どっちだどっちだ。ここで戦うのか、よし、まずいでありますな。じゃあ戦おう、本気モードのおのぼりクロトン。のぼせトンマンと全然変わんないじゃん、全く一緒だ。もう戦い方に関しても完全に一緒なのかな。よし行こう。あっと危ない、なんか前もこんな感じで戦ったようにゃって。でも戦ったじゃんか、よし、うん、よける、ちょ危ない、待って待って待って、よっしゃ入った、完璧入った、うんと、よける、待って待って、待って待って、滑る滑る滑る、足が滑る、くそ、ちょっと待って待って、くらった、おけか、あれなんかもっとすごいことするのかなと思ったらおけが飛んできただけだ。あー足滑るよ、水の中に入ったら回復するとかそんなことねえか。あ、回復する回復する、うっそくそ、くらった、やばいやばいやばい、水の中やばい、それやばいぞやばいぞ、水の中熱っ熱っ、あ、ある水道がある、消す、よし OK、 あ、こっちもかい、ちょ水で戻そう、多分あっちもだあっちもだ、いで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 、よし、あー滑る、くそ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 、んーと、待って待って、んーと待ってくれ、あー危ない、硬いな、さすがに、ちょっと待って、何するつもりなんだろう、ちょ待て待て待て、またやるのかそれ、いやー早く早く、よし治った、どこ行った、こっちか、よし OK、 こっちか、今度はこっちだ、いい、ちょっと滑る滑る、うんっと危ない、よし、ようやく半分削ったぞ、あともう少し、てっ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 て、おっと滑る、うんと避ける、避ける、まずいまずい、ちょっと避けよう避けよう、忙しいなこの戦い。でこれで消化して、消化じゃないな、こっちか、みんなやけどしてる、早く水にしないと、うお、すげえ、お、一度に真っ赤になったぞ、こっちもだ、
強者にしろ。チャンス、下手ってんのか。よし、よし、オッケー。いてー、ちょっと待って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 、どういうことどういうことで、どういうことそれ。あ、これダメだ、もう足つぶってるから、とりあえず水の中入んないと。よし、オッケー。何だったんだ今の。あ、味方がやばいぞ、味方がやばい。よし、オッケー。あ、こいつこの中に入ってると回復するのか。あ、知らなかったそれ。あ、結構回復されたよ今。うん、足滑る。うっと、避ける。あともうちょいなんだけどな。それまたやってくるか。ああ忙しいな。次は、あと本当にもう少しなんだけどね。よし、待て待て、いったか。よし、いった。なんとか倒せた。よし、目的達成。さあ、じゃあ戻ろう。じゃあ次回の動画は第8サンズマル、うん、あいつをやっつけていこう。スキップ。これでビッグボスもう何体目だ、何体やっつけたかな。不思議の塊、不思議な容器を内に秘めた塊、何とも言えない微妙な触り心地。なるほど。はい、じゃあ次回は第8サンズマルと戦っていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。